さあ、続いてはいばキラーアイのコーナーです。新年を迎えてあっという間に1週間ですよね。まあ、まだまだ寒い日は続きますけれども、年賀状の挨拶に新春と書くように春を告げる季節でもあります。そしてその春を告げる花といえばやはり梅の花ですよね。茨城にはたくさんの梅の名所がありますが、やはり水戸の偕楽園は全国的に有名なところということで、今日はその水戸の梅の観光をPR してくれるこちら梅大使の皆さんに来ていただきました。こんにちは。こんにちは。はい、華やかですよね。私一人が嬉しくなってるような気になってますが、多分ご覧になっている皆さんも笑顔でこの10名を迎えてくださっていると思います。今日は全員がねスタジオに来てくださったということで、よろしくお願いしたいと思います。本当は10名全員にお話を聞きたいところですが、なかなか10名全員にというのは難しいので、代表者の方にね少しお話を伺っていこうと思います。まずはこの10名の梅大使の皆さん、9月の23日に決まったということなんですが、どんなお仕事をするのかというところをまず紹介していただきましょう。じゃあ岩間さん、お願いします。はい、昭和38年に梅娘という名前で誕生し、はい、2001年から梅大使になり男性の応募が可能になりました。はい、で今年で51代目になります。はい、活動は梅祭り期間中偕楽園でお客様をお出迎えし、うん、で現在はこれから始まる 梅祭りの PR 中です。はい、まさにそのお仕事をしに今日はこのスタジオに来てくださっているということですので、じゃあ早速そのお仕事ということで、今年の梅祭りどうなっているのか教えてください。はい、水戸の梅祭りは今年で117回目を迎える歴史と伝統のあるお祭りになっております。はい、はい、今ポスターが出てますね。はい、はい、で2月20日から3月31日まで水戸市の偕楽園と弘道館公園を会場に開催いたします。はい、さあこの梅まつりですが、この水戸の梅大使の皆さんだけでなく県外に向けてのキャンペーンが今行われているということで、これはじゃあ高岡さんに聞きましょうか。はい、今はテクテクキャンペーンというものをやっておりまして、はい、1月4日から上りを持ってスタートしました。はい、だいたい、前橋まで 156.4キロを分担して週末に職員の方々が今歩っております。はい、14日に高崎でキャンペーンがあるんですけれども、うん、そちらには私たち梅大使も参加させていただきます。なるほど。はい、で去年は東京日本橋まで歩いたそうなんですけれども、今年は第2回目で前橋まで歩くそうです。はい、北関東へアピールということのようなんですよね。まあ、テクテク歩ってキャンペーンしている皆さんと後に合流ということになるわけですよね。はい、じゃあその皆さんに PR している水戸の梅まつり見どころを教えてください。はい、ではなんといってもやっぱり光文亭からの眺めがとっても素敵です。はい、やっぱり千箱と、あとはそうですね、今出てるように、うん、梅の花がすごい上から見下ろせるので、これはもう本当に満開の頃の写真ですかね。そうですね、すごい綺麗なのでとってもおすすめです。はい、うん、あとは、皆さん結構違う門から入られると思うんですけれども、はい、ぜひ表門から入っていただきたいとは思っております。はい、なるほどね。はい、うん、この入るところでやはり見え方も変わってくるということですか。そうですね、表門が、梅林を、竹林ですね、失礼しました、竹林を通ってそこから梅林につながるという道になっているので、心を竹林で清めて梅林でパーッと気分が上げてみたいな、うん、なるほど。はい、はい、じゃあその気分の変化も景色とともに味わってもらいたい、はい、ということですね。はい、はい、じゃあこの梅まつり、期間中いろいろあるようですが、特別なイベントもあるそうですね。こちらはじゃあ田辺さんに聞きましょう。はい、特別なイベントといたしましては、今年は3月2日の土曜日に、夜梅まつりというものを、うん、今年で第8回目なんですけれども、8回になりますか。はい、はい、行いまして、今ね、はい、今写真が出てますね。はい、園内でキャンドルライトで幻想的に演出をいたしまして、うん、夜特別に開放いたしますので、はい、こちらもとても素晴らしいと思いますので、ね、ぜひ来ていただけると思います。はい、このキャンドルの景色綺麗ですね。はい、はい、とても綺麗です。うん、でそうしましてですね、また別のイベントが、今年は初めて全国の梅酒を集めて、はい、水戸の梅酒大会というものを
行います、はい、こちらは、来場者の方に実際に飲んでいただいて、そして投票していただくという形で、うん、そこで第1位公文書を決定いたします。なるほど、はい、はい、ぜひ皆様に味わっていただきたいと思っております、はい、ね、あの水戸の観光協会などのホームページ見てみますと、こう出品される、ね、梅酒を紹介したりもしていますよね、はい、はい、あの梅大使の皆さん10名の皆さんは梅酒はお好きですか？好きな人はい、はい、みんな好きですね、はい、ね、梅酒大会楽しみな人はい、はい、ということですね、はい、梅娘の皆さんもこの梅大使の皆さんもですね、梅大使の皆さんもこの梅酒大会も楽しみにしていらっしゃるということですんでね、はい、こうした特別なイベントの他にもですね、あの毎日こう会場にいらっしゃるお客様たくさんいらっしゃると思うんですが、梅大使の皆さんは普段はどんな風にしてお迎えしてるんですか？平日は4日あすいません平日は4人体制で毎日偕楽園に公文様と一緒に、うん、はい、皆様をお待ちしている。公文様と一緒なんですね、はい、公文様も毎日出勤されるということなので、はい、ぜひそれも楽しみにしていただいて一緒に写真を撮っていただくと楽しめると思います、はい、うん、そして週末土日祝日は私たち全員が10人でお出迎えしておりますので、ぜひ来ていただいて10人で写真を撮っていただけると嬉しいです、はい、そうですよね、このお着物姿でいらっしゃるわけですよね、はい、そうです、はい、あのこう10名並ぶと非常にこ うわ豪華だなというところなんですが、皆さんこの和服振袖の着付けってどうされてるんですか？こちらは私たち3日で覚えまして、覚えまして自分で着付けられるようになりました。そうなんですか、はい、髪とかもどうされてるんですか？美容室行く方とか自分でされる方もいらっしゃるのかな？そうですね、それは人それぞれなんですけれども、うんうん、自分でやったりあと美容室でやってもらったり。そうですか、3日で着られるようになりましたか、はい、皆さんなんとか大丈夫な人はい、ちょっと不安ですね。でも笑顔で、そして今日もこんな風に綺麗に振り袖着付けてきてらっしゃるんで、この姿で皆さんを迎えてくださるということですね、はい、はい、ね、会場で直接ぜひ近くでぜひ皆さんにご覧いただきたいと思うんですが、じゃあその梅大使の皆さんおすすめの場所をね聞きましょうか。高岡さんにじゃあ聞きましょう。おすすめの場所ですか、うん、やっぱりさっきも言ったんですけれども、公文邸からの眺めが一番私はおすすめをしております。あとは見晴らし広場でご飯を食べたりとかが一番おすすめですね、はい、で偕楽園の梅が日本三名園の偕楽園自体が日本三名園として数えられておりまして、はい、今約100品種3000本の梅が咲き誇っておりまして、はい、それもやっぱり日本ではなかなかない公園なので、はい、その梅を楽しんでいただきたいですね。非常に品種が多いので、早咲き、遅咲き、中咲き、さまざまな種類が長期間楽しむことができるので、上からも下からもずっと楽しんでいただきたいなって思っております。なるほどね。はい、はいね、あの先ほどご覧いただいたようにこのポスターの写真もそうですけれども、あのこのお着物の柄のように梅の花がね偕楽園いっぱいに広がるというところで、カメラを持った方は遠巻きにまずそのパノラマビューで撮る方もいらっしゃいますし、あの梅の花に非常に寄って ね花をね大きく撮られる方も。もね、いらっしゃいますので、その花の横にまたもう一つ花を添えるのがこの梅大使の皆さんということになりますね、はい、梅の花はやはり皆さんお好きですか？はいね、大きな声でやはり声を出て入って返事してくださいますんで、まあ、あの近くにいると皆さんから梅の香りが漂ってきそうな雰囲気も持っていらっしゃいますんでね、偕楽園でぜひ皆さんに楽しんでいただきたいと思います。さあこの時間はですね、水戸の梅まつりについてお話を伺ったんですが、水戸の梅まつり観光毎年楽しみにいらしているリピーターの方、そして実はこのいばきら TV を県外でご覧になっていてまだ来てないという方もいらっしゃると思いますが、今年はこの10名に会えますのでね、ぜひ皆さんにはお越しいただいて、そして皆さんもちろんあのお願いすればお写真も撮っていただけるんですよね、はい、はいね、この笑顔と一緒に皆さんのカメラの中に収まっていただきたいなと思います。梅まつり期間中まだまだこれから寒さもね厳しくなりますので、皆さんぜひ風邪をひかないようにお着物
しっかりあったかく着て頑張ってくださいね。はい、はい、さあそれではいわきら TV ご覧になっている皆さんにぜひ最後に PR を皆さんの声でお願いしたいと思います。じゃあ声を合わせる前に山さんリードを取ってもらえますか。はい、はい、来月2月20日から始まる水戸の目祭りへぜひお越しください。お待ちしております。手振ってくれました。ありがとう。花やかです。いばきら愛のコーナーでした。